はい、皆さんこんにちは。豪華日本撮り。よいしょ。石垣山一夜城をね、正面、はい、これを来た方とは逆の左へ、ここね、鎧塚さんの鎧塚ファーム、で、これからですね、まあちょっとこれを越えて、箱根の湯本に出てね、箱根のちょっとあるスポットに行ってみようかなと思っております。動画にはしてないんですよ。撮影はしたんですけどボツにしちゃったんですね。まあちょっとこじんまりしたね、滝があるところなんです。あんまりこうご存知の方は少ないかな。ここね、全然話変わるけど、左がターンパイクね。で、ここの先の下に、ターンパイクの下に、かなり前ですけど、動画にした、江戸城とかのね、ああいうお城の石垣をの石を切り出した石丁場っていうところが、はい、あります。あ、もう過ぎちゃったか。さ、そう、この辺はね、その江戸城とかの石垣の石ね、箱根は切り出したところが多いんですよね。で、ここから船に乗せて江戸まで運んだり、していたところなんで、まあそういう史跡っていうかね、跡がそのまま残ってたりするんですよ。切り出した石そのまま途中になってたりしてね、まあそこもね、あんまり、ほとんど誰も来ない。あの動画も全然視聴回数は伸びなかったと思いますよ。まあ、それでね、その滝、こじんまりした滝なんですけど、血筋の滝って、はい、いうところです。線の、関数字の線に上、1上、2上の上で滝ですね。まあ後で行けば分かりますけど、なんていうのかな、白糸の滝とかね、まあ、ああいう感じの滝ですよ。まあ、だから華厳の滝みたいな、ああいうドーッと一本ね落ちているんでなくて、岩肌にね、何本もこう垂れてるっていうのかな、そういうようなところです。だからあんまりね、多分ご存知の方はいらっしゃらないと思うんですよね。おーおー、枯れてるね。ここね、このコンクリートの路面っていうのはね、滑るし怖いんですよね。はい、これで降りてきましたよ。ナビでも言ってますけど、ここは神奈川県立地球博物館ですね。ここもね、いいですよ。恐竜もいるし、前もちょっと言葉では話しましたけど、そこそこのね、ちゃんとした規模の しっかりした博物館ですよ。まあここも来る方ね、あんまりいらっしゃらないかと思うんですけど、さすが県立っすね。もしね、こういうのご興味ある方、一度立ち寄ってみてください。この箱根湯本駅ですね。どうなんだろうかな、今日平日ですけど、まあ人がいないことはないですね。
テレビ番組でもねよく箱根をやりますから、まあ日帰り旅行で来る方も、増えてきたんですかね。ここね、泉、ここも何回か入りましたね。名前はね、バイクで来て温泉入って帰るっていうことを結構やってたんですけど、結構いろんなとこ入ったんですけど、なんだろうな、結局次もあここいいからまた来ようっていう感じのところ、まあ私好みのお風呂っていうんですか、そうあんまりねなかったんですよね。でね、やっぱり箱根が高いから、やっぱりね日帰り入浴で1500円ぐらいするところが多いのかな。この先のそこ右側ね、一の湯、ここをね、切ったことないんですよ。ここね一回切ってみたいんだな。日帰り入浴1100円か、意外と安いね。結構昔からねあるところで、まあツーリング雑誌なんかでも結構紹介されたんで、知ってる方もねいらっしゃるかと思うんですけど、箱根駅伝はねここのこの道を登ったり下ったりするわけですからね。いやそれはね、山の神とかその言うのも分かりますよ。でこの先ね、その先は大平台のヘアピンカーブ、まあ、ここも必ずテレビでね結構映るので、見た方も多いんじゃないかと思うんですけど、ここね、ぐるっとヘアピンっすよ。で今日はこれを左で、ここ左曲がってすぐ左側、ここね、渡辺ベーカリー、今今日休みですけど、温泉シチューパンね、有名ですね。パンの中をこうくり抜いてね、中に、シチューが入ってるんですよ。まあお店は狭いんで、結構まあ土日来ると並んじゃったりして、なかなかね食べられないかもしれないですけど、なかなか美味しいですよ。はい、歩いています。この先なんですけどね、人がいるね。ちょっと人がいるから喋れないですけど、ちょっと滝だけ撮影しますか。
はい、ということでですね、今日は箱根にある、千筋の滝、というね、ちょっとした、スポットをご紹介してみましたということです。はい、この宮の下のね富士ホテル、どこからお別れしますか。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。